どうも、直樹です。今日はご視聴ありがとうございます。今日は、鈴鹿山脈最北端にある霊山山にね、登っていきたいと思います。今回ご一緒に行っていただくのはこのお二人です。ポリザル5歳です。よろしくお願いします。まず55歳です。よろしくお願いします。確かなもんないですね。はい、常識がない。はい、この二人、森田さんとノブさんとね、一緒に行っていただきます。はい、はい、はい、じゃあ早速ね、登っていきます。ゴーゴー。はい、今回ね、霊山山、呉ヶ畑コースというね、登山ルートで登りたいと思います。で、今先ほどオープニング撮ったところが登山口になるんですけども、駐車場からそこまで大体今日ちょっと雪があったので1時間ほどね、歩いてかかりました。養蚕所に駐車場があるので、そこで止めていただいたらいいかなと思います。冬はね、駐車場代無料なんで結構おすすめです。そうなの？そうなんですよ。無料？マジで？半端ないって。すげえ。ここの霊山山は鈴鹿山脈最北端にあるんですけど、ちょっと反対側にね、伊吹山が位置しております。結構山頂はカルスト地形になってるので、結構景色がね、綺麗なのと、あとやっぱり特に春とか福寿草とかが有名なみたいで、花のね、名所ともなっている山になります。なんかでも名前がちょっと幽霊の霊に仙人の天なんで、もうなんかちょっとなんか怖いですよね。もうね、霊山山行っちゃいそう。まあね、今回ちょっとあの雪が結構積もってるということで、もう登山口からみんな冬装備で来てます。わかりました。アイゼン重い。もう12本。じゃあ、こっからね、やっと林道が始まるんで、登山道登っていきます。山小屋金谷です。この辺りはね、廃村になってるらしくて、結構映画のロケ地とかに使われてる場所らしいです。よいしょ。さあ、こっからね、この金谷以降が本格的に、急登始まります。はい、2号目、汗拭き峠到着しました。この呉ヶ畑っていうのが今日僕ら来てるコースです。ちなみに今日ノブさんはね、なんと登山者とは思えない装備を最強の装備、映画作りに来てます。映画制作者アシスタント募集してるそうです。はい、よろしくお願いします。これ何ですか？これは DJI から出ているジョニー RS2 ってやつですね。めっちゃかっこいいですね。こういう滑らかな、おお、めちゃくちゃね、映画みたいな、もうシネマティックな映像制作もたけてる方なんで、ぜひね、まだ見てない方は見てください。よろしくお願いいたします。本当にこんなんですけど。あら、おっと、なんか森田さんが何か持っておりますね。これはね、これ何ですか？アルファ7-3です。買いました、ついに。ついに、はい、この森田さんが一眼フルサイズミラーレスをついに持たれたということで、僕もアルファ7-3、これはサマーアルファ7-3、ノブさんもアルファ7-3ということで、7-3兄弟、イエイ、やった。見てください、ノブさんがいるのに太陽が出てきましたよ。もう言い過ぎやぞ。さすがにへこむぞ。はい、5号目着きました。ここは見晴らしのいい休憩スポットか展望だなってます。あそこにね、琵琶湖が見えてて、滋賀のね、こっちが長浜市とかかな、一望できます。イエー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 イ。めっちゃ綺麗ですね、ここ。今の気持ちは、もう十分です。満足です。俺もそれがいい。満足。一方満足。満足。一方満足。サンバのリズム知ってるかい？はい、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 頑張って登っていきます。と、急登登り終えて、やっとカルスト地形のバスにね、やってきました。こっから来た割と比較的緩やかな道で、ちょっとこの奥に見えてる山に、ところにね、霊山山山頂がね、あります。
で、一応あそこなんか別の山なんですけど、一応ショートカットコースで、あの谷間の間ら辺をね、抜けていくまたルートがあるので、ちょっとね、あの、霊仙山ショートカットしたい方はあっちのルート行ってみてください。で、ここに来ると、バックには、滋賀県一望の展望台となっています。もうここだけでもだいぶね、山頂来た感はあるんですけど、まだまだこんなもんじゃないですよ、霊仙山の絶景スポットは。山頂から見える景色は、もっと迫力とクオリティがあるんで。もう綺麗ですよ。もう綺麗ですか。もう綺麗です。トモさんは満足してます。もう重いです。もう日本満足してます。もういいわ。最高や。最高。でもここ行くとだいぶ雪がもう深いんですよね。だいぶ深いですね。じゃあ今からちょっと写真撮っていくんで、こちらです。よいしょ。この上の樹氷マジで最高。ほんと一面雪景色、綺麗。ちなみにここら辺から撮った夏の写真がこちら。で、今がこんな感じです。やっぱ夏もいいですけど、冬やばいっすね。めっちゃ綺麗。ちょっとぼちぼちしんどないですか、これ持つの。しんどくない。しんどくないっすか。やばいっすね。こんなスナック菓子と一緒や。4時間以上手でジンバル持ちながら合計3キロっす、これ。あーきつい。いや、霊仙山ね、あれなんですけど、トレースなく埋もっててコースわからないんで直通しちゃいます。はい、やっと到着しましたよ。霊仙山山頂1094メートル、鈴鹿山脈一望できますね。で、目の前でなんとあれが百名山の伊吹山です。で、こっちが琵琶湖一望、こっちが京都の方向ですね。ふぅ、どうすか。おー、山頂着いたー。イエーイ、お疲れ様です。おー、すげえ。ちょっと雪があってトレース漏れててコース分かりにくかったんで、ちょっと外れてるところもありますが、まあ、しっかりヤマップで確認しながらね、来た方がいいと思います。ちょっと避難小屋ね、この後ご飯食べようかなと思うんで、ちょっと一回探したいと思います。出てる、おいでおいで、寒かったろ。はい、霊仙山避難小屋出てきました。中どうすか、広いですか。入っていきます。あ、テーブルないんか。ここ何？あ、寝れるんや、ここ。めっちゃ暗いじゃん。すげえ。ザバしてたから。テーブルなかった。いや。ちょっとここでね、ご飯食べていきたいと思います。あ、もう。ちょっと準備します。はい、今ね、ちょっと避難小屋内で、ご飯の準備しました。ひげご飯。よしよし。楽しみました。食べていきます。ちなみに今日は、湯煎タイプのもつ煮と、で、コンビニのおにぎり、明太マヨ、スープは、コーンポタージュ、食後にコーヒーです。ご飯食べ終わって今から下山開始します。現在時刻2時半です。マジで？こっから2時間、2時間半予定してるんで、駐車場までは。いや、でも行ってみても綺麗な景色、やっぱ風強くなってきましたね。いや、マジ朝より風強いで体感温度低くなりました。まあ、急いでちょっと最後は稜線はね、風強いんで、ちょっと樹林帯まで早めに帰って、そこからまた、ね、ちょっとゆっくり見に行きたいと思います。トモさんがジンバルから 85mmF1.4 1.4 のシグマに参照点変えました。僕の仕事道具です。仕事道具です。はい、登山口から来ました。行きました。行く、ただいま時刻は4時20分。あとここからあと1時間1時間かけて駐車場まで歩きたいと思います。まあね、霊仙山思ったより良かったですか。めちゃめちゃ良かった。良かったですか。めちゃくちゃ良かった。良かったですね。あ、いいな、食べたね。良かったです。比較的夏も冬も楽しめる山なんで、
ぜひ気になる方は行ってみてください。この後8時からなんとノブさん動画上がるそうなんで、よかったらチェックしてみてください。はい、7時には僕のもあります。僕のもあります。よろしくお願いします。お願いします、今回ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。またグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル